が、大西さん本当に目が点になりましたね今日は。すごいですね、16番のね、ちょっとパッと惜しかったけれども、はい、その16番はちょっとね、上がりの3ホール難しいところへ来て16番ちょっとボギーにしてしまってね。そうですね、あの今ホールバイホール出てましたけれど、これですねパーパットというところで今日初めてのボギー。そうですね、はい、まあ、ここまでのパッティングからいくと今のはちょっと打てなかったんじゃないですかね、ご覧のようなホールバイホールです。9アンダー1アンダーからのスタートでした。そして17番バーディートライ、バーディートライ、上りのラインスライス。この17番のセカンドショットもすごかったですね、6番アイアン、非常にいい球だったですけどね、はい、止まりすぎたっていう感じですね。相当今日は気合が入ってますね、怒ってるという感じですね、はい、あんまりこの三菱ガントーナメントで成績が良くない良くないと言いすぎたんで、ちょっとジャンボも怒ってるという感じですが、このセカンドショットを見てみましょう。これもピンに本当にまっすぐ自分の思った方向行った感じですね、これ覗きに来て止まっているのを見てですね、キャディさんにゴーゴーともっと気合いをかけろって怒ってましたもんね。そうですね、まあ、何しろ、はい、今年の平均スコアが69を切ってますからね、はい、もう断然、うん、もう強さが光ってますよね、どこで爆発するか、その一点だけだったですもんね、うん、まあ、この大会ですね、ずっとあのパッティングがもう一つ合わなかったんですね、はい、いつもだいたい28パットぐらいで来るものが30パットでしたからね、今日初めてパッティングが入ったっていう感じだね。じゃあこれから17番パーパットなんですが、おっと大西さん、今ちょっと情報が入ってきました。さながらあの日米対抗というような決戦になっていたんですが、ハミルトンが10番でイーグルという情報が入ってきて、ね、またハミルトントップに立ちましたね、ちょっと昨日までのトップにいたワッツがね、うん、やはりハミルトンと同じ組にいますから、はい、伸び悩んでますね。そうですね、富士山系の再戦かというような感じだったですもんね、プレーオフをやった2人ですからね、さすがのさすがにハミルトンというところですね。そうですね、はい、今日4アンダーで来ましたね、うん、ハミルトン現在11アンダーでトップ、そしてジャンボ9アンダーで2ストロークでありますが、こればっかりはまだまだ分かりませんね。そうですね、このコースだけに、ジャンボ10アンダーで上がっておきたいですね、うん、そうですね。さあ17番はパーパットを残しているジャンボでありますが、今日は相当気合が入ってますね、うん、そうですね、はい、その14番でも大西さん難しいね、パーをよくセーブしましたね。そうなんですね、ですからあれを見ますと、うん、さっきの16番のパットは、まあ、セーブできるんじゃないかなと思いましたけどね、そうですね。さあパーパット、これはちょっと慎重にだけど、うん、1メートルぐらいですけどね、今日はよく出てますよ。慎重になるジャンボです。17番パーパット、これはもう絶対に入れなければいけないパーパットです。うん、ちょっとヒヤッとしましたね、左に少し曲がるラインですからね、危ない感じは。17番ジャンボパー9アンダーでいよいよ記念大会第20回三菱ギャラントーナメントジャンボ最終ホールに向かいます。それでは本大会の賞金関係をご紹介しましょう。本大会の賞金総額は20回記念大会を機に今年から1億2000万円、優勝賞金は2160万円とアップして、大会内容も一段と充実しました。狙いどころはバンカーの右サイド、だけには入れたくないんですが、左のバンカー、うん、少しドロー気味に入りましたかね。しかしね、はい、まだ一番前にこうついてませんから、はい、ですからそうですね、セブンアイアンぐらいでは打てますから、セカンドのところまでは打てるんじゃないかと思いましたね、はい、どちらかというとこの前の17回大会の時にもこの18番で右へ行きましたし、はい、昨日もちょっと右へ行ってましたから、そういうようなちょっと気持ちがあったんでしょうかね。そうですね、
やはり風が左から来てますからね、はい、少しこう強い球を打ちたいという気持ちもあるでしょうね。はい。さあ18番ティーショットを左サイドのフェアウェイバンカーに打ち込んでしまったジャンボなんですが、ちょっと今日のラウンドを大西さんと一緒に振り返ってみたいと思いますが、とにかくこの2番ホールですね、これは、2番ホールですね、パー5とイーグル回し、これが入ればイーグルだったんですが、10番もバーディーというふうに、このコースは大西さん、4つあるそのパー5をですね、いかに取っていくかですよね。そうですね、はい、そしてこの11番ホールでやりますが、5メートルに2オンバーディーパット、これもかなり左に曲がるラインなんですが、はい、完璧です ね、 そ、 うですね。それから12番、真っ青な空、そして奥2メートル、またバーディーチャンス。入った。これで4ホール連続バーディー。はい、乗ってきてますね。ジャンボのパフォーマンス。13番も難しいホールなんですよ。ティーショット。うわ、すごい。またバーディー。これで5連続バーディー。はい。これですよね。ちょっとティーショットミスして右に外したんですね。うん、そしてボールのライが悪かったんでパターで転がしたんですが、はい、これは大ピンチだったですね。大ピンチなんですね。これ5、6メーターありますよね。うん、しかし、これすごいラインです。右に曲がるラインですね。そしてこのセカンドがすごかったですね。これもティーショットが270ヤードぐらい飛びましたかね、はい、そしてこれ残り240ぐらい打ったと思うんですかね、スプーン、ここに乗ってきてイーグルトライ、イーグルはならなかったんですがバーディーということでね、10アンダーになりました。そして16番、ご紹介したようにボギーを打ってしまって現在9アンダー、ハミルトンとは2ストロークの差。まあしかしこのままで上がりますとコースレコードですね。そうですね、66を更新することは間違いありませんが、18番のセカンドショットです。このバンカーから大西さんどれくらい距離あるんですかね。177ヤードだと思いますよ、ピンまでね、うん、ジャムボールから、はい、今日はちょっとピンが奥めですもんね。そうですね、多分7番、はい、8番ではちょっと無理かなという感じですかね、うんうん、まあめちゃくちゃ飛びますから、はい、ちょっと想像ができないですね。そうですね、昨日のこの18番セカンドショット9番アイアンだったんですね。そうですね、はい、というふうにこのバンカーに捕まりましたが、これは比嘉勉、それからシュアート・ジンと一緒に回っているジャンボ、最終組から逆算いたしますと1時間前にスタートしていったんですよね。そうなんですね、はい、だから1アンダーからのスタートだったですから、まさかで大西さん昨日明日そのエキサイティングなそのそうそう、ね、ゲームを見たいとおっしゃっていたんですがそのしかし私もね、うん、このまあ、ジャンボがいくらスコアを伸ばしてもですね、こういう10アンダー近くまで来るとはちょっと想像できませんでしたね、はい、だから10番ぐらいでリーディングボードを見ていてあれあれと思ったんですが、はい、本当にびっくりしましたけれど、いよいよこのセカンドショットですね。そうですね、はい、今日はね右の一番奥の難しいところにあるんですよね、うん、ですからピンのですねちょっと左目5ヤードぐらい左目打っていきますとね、はい、少しランを使うと右に転がりますからね。ライはいいようですね。ライは問題ありません。ちょっと左目かな、うん、7番という情報が入りました、うん、距離はありますけれど一応2オン、ちょっとワンパットはなかなか厳しいですが、そうですね、まあね、はい、アンカーからですからやむを得ないですね、はい、7番アイアンで18番グリーンを捉えましてジャンボ2オン、現在ハミルトン11アンダーでトーナメントをリードしています。2ストローク差でジャンボワッツが追っています。この放送は大洗ゴルフクラブからお送りしています。お兄さんもう4度目の大洗なんですが、これくらいギャラリーがねホールを取り囲んだっていうのは初めてですね。そうですね、はい、
それとやはりこちらの方はね、皆さんトーナメントを見慣れているというかね、非常にツボを心得ておられるかな。さあジャンボ18番ファーストパット、距離はあります、はい、かなり右に流れてきますね。 3.5 ミリのダブルカット、こちらにマウンドがあってこれから右へ流れていきます。ちょっと弱いか、マウンドがありますから、おじさんそのタッチっていうのは微妙ですね。そうですね、非常に速いラインだけにね、はい、なかなか距離は合わせにくいですよね。 3.5 ミリのダブルカット、11フィートでやりますが、今のでラインはほとんど乗ってたと思うんですね、はい、もうカップに届くほどの強さであれば、はい、ほぼカップのラインに来てます。ジャンボの過去3回大洗いでの成績が出ておりますが、第3回の時には3位、10回の時には4位、17回は5位、本当にもう手が届きそうに来ていてなかなか勝てないというような人種にも逆転されましたもんね。ほとんどのビッグタイトルを取ってるこのジャンボがね、この大会だけタイトルが取れないというのは惜しいですよね。そうですね、第20回の記念大会優勝賞金は2160万円とアップしましたからね。そうですね、このビッグタイトルを何としても欲しいジャンボです。まあこの大会毎年いいコースで開催されますんでね、選手の人も非常にまあ楽しみにしているトーナメントということが言えましたね、はい、日本では唯一のその参加ツアーといいますかね、20回大会を迎えておりますが、これまで12の日本の名コースを回ってまいりました。ギャラン北海道から九州までね。そうですね、そしていろんなドラマを展開してまいりましたが、この第20回もそのドラマ20ページを加えますね。これは、特に今日のこのゲーム展開はエキサイティングですね、現在ハミルトンが11アンダー2ストロークの差でこの最終ホールに入ったジャンボ、しかし勝つためにはこのパーパットはもう絶対入れておかなければいけません、はい、まあ、最後でね、2人が、まあ、同じ組で、はい、なんて言いますか、足の引っ張り合いをしてからもあるわけですからね、はい、まだまだ最後の3ホールでどういうハプニングが起こるか分かりませんから。そうですね、はい、この16、しっかりこれを決めてるとですね、はい、17、18の上がり3ホールが非常に難しくなっています。大洗ゴルフクラブです。そしてジャンボ20回の記念大会にして三菱ギャラン初優勝になるか。お客さんももうシーンとしてますね、本当に。そうだね、はい、絶好のコンディションになりました。さあいよいよ先にスチュアート陣がホールアウトしてジャンボのパーパット。まあ、このコースのようにですね、はい、難易度の一番高いホールが3つ最後の3ホールに続くというのはですね、まあ、めったにないことなんでね、非常にそういう意味でも選手にとっては厳しいトーナメントです。その3ホールをいかにパーで切り抜けるかっていうことですからね。そうですね、これは少し右に切れていくぐらいですね、はい、これは神経を使います。真ん中から決めたジャンボ、しっかり打ちますね、はい、今日は1アンダーからのスタートでした。そして現在9アンダートップとは現在のところ2ストロークの差で最終組を待ちます。ハミルトン11アンダー、そしてワッツが1つ伸ばして10アンダー2位に上がってまいりました。尾崎第3位です。さながら日米対抗のようになっている第20回の記念大会三菱ギャランティーナメント、上がりの3ホール難しい難しいと言われている上がりの3ホールにやってきた最終組です。16番245ヤードパー3ありますね、距離も、うん、ありますがね、昨日よりもね、はい、何か少しこうみんな距離が出てるように思うんですか。ああそうですか。ですからどういうクラブを選んでいくかですね、はい、だからピンが昨日よりもですね、はい、真ん中にありますので攻めやすいと思いますね、昨日よりも、はい、昨日はこの2人とも手前から攻めてきてましたね。そうですね、大体まあそういう攻め方になると思いますよ、今日の場合はね、はい、真ん中のエッジを狙った打ち方というか、はい、ニアピンがかかっているこのパー3です。ほとんど大西さん風がないというか、うん、少しアゲンストですが、比較的弱いですね、はい、2アイアンという情報が入りました。海に向かって打ち出していきます。まあしかしこの第20回大会は初日は雷鳴とかありましたけれど、一応コンディションに恵まれてますね、うん、そうですね。ハミルトンティーショット
そう、大体少しこう、フェール気味に球が、はい、ね、はい、ありがたいですね、距離が本当にぴったり合ってますので、はい、これでまあ、まずパーは確実というところへ来たんじゃないでしょうかね。ほっとしたハミルトンです、あれからダウンスロープになってますんでね、はい、さあちょっとショロットが曲がりますと、すごいですね、この力出ましたね。17番セカンドショットでした。ティーショットを右の林に打ち込んで尾崎立をセカンドショット、この細い間抜いていくんですから、すごいですね。やっぱりね、はい、あのクラブヘッドの軌道がしっかりしてますからね、ああいうところ抜いていけるんですね。すごいギャラリーなんですが、11,811人、そして草壁のティーショット16番です。ああこれはスプーンでしたが奥ですね、かなり奥へ行きました。草壁、そしてワッツです。少しこう気持ちをしてますが、はい、まだまだチャンスがあるわけでね、この辺でガクッとするといけないんですが、はい、この16番がね、しかし3日間ともにボギーですから、ちょっと苦手にしているようなんですが、そうですね、スプーンです。トップとは3ストローク、まっすぐ、手前から、もうこれはいいところです。最終組が打ち終わりました。この16番ホールには決勝ラウンドの2日間を通じて200分賞がかかっています。ハミルトンもいいペースで行ってますけど、ワッツの方はですね、まあ、これショートパットはやっぱり3つ外してますのでね、やはり優勝にはちょっと、モード的には良くないですね。これであのジャンボがね、はい、今日聞いていただいていたと思うんですが、すごいですね、ラインアンダーでホールアウトして2ストロークの差なんですよね、はいはい、まだ分かりませんね。まだ分かりませんか、はいはい、うん、まあこれスコアボードもありますしね、はい、まあ、これスコアボード見ると思うんですけどもね、うん、はい、ここであのハミルトンとワッツのね、ホールバイホールが出ていますけれど、入江さんね、はい、こういう風にして2ストロークでリードしていて難しいと言われる残り3ホールにかかってきてですね、はい、トップに立っているプロの心境っていうのはどうなんですかね。これですね、まあ、コースがコースだけにですね、これ、はい、刻んティーショットを刻んで逃げ切れるコースではないんですよね、うん、ですからやはりその前向きで今11アンダーですから、なんとか12アンダーにしようと、うん、伸ばそうという考えを持ってないと守りに入るとこれ OK がすると思いますね、うん、あ、そうですか、はい、うん、大井さんもやっぱりそういうような心境でいかないと、うん、そこがね、はい、このコースでのトーナメントの面白さ、うん、これがまああまりこう難易度の高くないホールがですね、はい、最後にありますと、2ストロークあればほぼプロにすれば、うん、パーパーでいけばいいわけですからね、はいはい、ですから比較的楽なんですけど、このパーを守るということがね、うん、このコースで非常にこう難しい、はい、特にこの16番、17番、18番ホール、うん、それぞれのホール非常にこうね、何が起こるかわからない難しさがありますね。そうですね。ですからやはりちょっと安心できるのは18番のティーショットをまずまずのところへ打ってからじゃないかと思いますね。あの思い出すのは第17回大会の時に陳思忠がですね、はい、18番のセカンドショットを打って思わずガッツポーズしましたもんね。そうですね、はい、だからそこまでわからないということですね。やはり18番のティーショットまではやはり相当のプレッシャーがかかると思いますから、はい、ここからですね、このハミルトンがどういうふうにこう優勝を仕上げていくのかっていうのはね、はい、この一大事だっていうのは非常にこう興味ありますね。そうですね。画面は陳思明です。17番のグリーン、長いバーディーパットです、はい、そしてこの画面の右側のですね、はい、ちょうどこのラインの真ん中ぐらいにマウンドがありますね。そうですね、はい、このマウンドが少し効きますので、うん、少しボールは一辺、うん、右の方へ切れてですね、はい、という感じなんですね。ここにマウンドがありますが、あ、どうでしょう、はい、これ2アンダーです。最終組ですが、いかんせん今日はジャンボがコースレコード64で回りましたから。そうですね、すごかったですね、まあ、長年この66というスコアが破れなくて、はい、コースレコードが生まれなかったんですね、うん、でこのコースはあの1985年だったと思うんですが、ジャパンアマがありまして、はいはい、その時に、
アマチュアの中川選手が66やっぱりありましたね。プロもアマも66がコースレコードなんですよね。ここで大西さんちょっとホールバイホール2人の大きかったら出てますね。しかしこの9アンダーっていうのは本当にすごいね。そうですね。16番がもったいないっていう感じはありますけれども、しかし今ちょっと驚くようなスコアですね、はい、64です。1アンダースタートのジャンボ、今日は9つのバーディーと1つのボギー、8つ伸ばして9アンダーです。現在単独2位でこのハミルトンを待っているという状況です。ハミルトンバーディーパット16番のグリーン、これはダウンスロープになりますからきっちり距離を合わせながら狙っていくという感じでしょうね。弱い。ちょっと大西さん見ているとショートショートになってきてますね。まあ、丁寧に仕上げようとしてますね、うん、なんとかこの16番はパーで切り抜けて次へというような心境なんでしょうか、ね、はい、ちょっとショートショート、まあ、相当プレッシャーかかってる、はい、ということですよ ね、うん、ね。ではなんですが入江さん、はい、どうですかね、ハミルトンのそのプレッシャー。確かにこうプレッシャーかかってきてますけどね、うん、今日ティーショットはやはりロングホール、ミドルホール、狭いところは全てドライビングアイアンで打ってるんですね、うん、それが非常にいいですね。ほとんどフェアウェイセンターを捉えてますね、ドライビングアイアンで、はい、ドライビングアイアンでもやはり距離240ヤードぐらいは出てますからね、はいはい。さあ一方のワッツなんですがね、入江さん、ちょっと流れが今日はワッツ向きではないように思うんですけど。そうなんですね、いつものワッツのゴルフをハミルトンがしてるという感じですね。なるほど、はい。やはりワンツにしたら1番すぐ2番でバーディー取ったんですけども、3番でボギーにして、もうその時に首筋からどーっと汗が出ましてね、私すぐそばにいたんですけれども、かなり緊張してましたですね、はい、あ、そうですか。ご覧のようにちょっと今日のホールバイホール出てましたけれど、ばらつきがあるというかワッツにしては珍しいですね、まあ、この選手、はい、3系でプレーオフで勝つ優勝のミスをすると余計相手が見えてくるというか、ね、なるほど、はい、で今日のハミルトンのようにボギーを打ちませんと、うん、それが非常にプレッシャーになるんですね、はい、相手が1回でもミスをしてくれるとかなり気持ちの上で楽になると思うんですけど、うん、最終組ハミルトン・ワッツ、まあライバル、高ライバルといいますかね。ああ、そうですね、はい、2人が最終組で優勝を争う展開になりましたが、ジャンボが割り込んできました。ハミルトン16番パー、ボギーはありません。11アンダートーナメントをリードして、いよいよあと2ホールになりました。この2ストロークの差を保って逃げ切るのか、それとも待っているジャンボを追いつくのか。さあ17番へ向かうハミルトンです。この放送は18ホール中一番難しくなっている17番ホールに最終組、平均ストローク 4.37、 ハミルトンのティーショットフェアウェイに置くことができるアイアンですね。そうですね、ティーショットは非常にいいという入江プロからの報告がありましたが、右へ行くか。これはちょっと右へ逃げすぎたんじゃないですか。これ左側はね、はい、OB はもううんと左までないんですけれども、はいはい、しかし林に入るとね、もうほんと密集してますんでね、うん、ちょっと出せないぐらいの林なんですね。そうですね、ですからやはり左が怖いんですよ、はい、そしてこの18番は尾崎立夫です。これが右で林の中に行きますとトラブル、あっとマウンドに当たって止まりました。ダメですね。そうですね、風はほとんどない大洗ゴルフクラブでありますが、まずの木が高いんで上空へ行くと大西さん風がないように見えていても結構吹いてるんですね。選手のいる位置ではあまり感じないんですけどね、はい、松より上へ行った時にはかなりの風が吹いてるっていうことを計算しなきゃいけないですね、はい、その鹿島灘から吹きつけてくる風、それから黒松林、そしてバンカーの砂と自然のですね、うまく組み合わせてね、そうです、できている大洗ゴルフクラブ、本当に名コースですよね、はい、昭和28年に井上誠一さんの設計によって開場しました。まあ井上さんの設計にはもう名コースがたくさんあるんですけども、はい、その中でも本当にこのコースは私なんかも本当に好きなコースですね、うん、その大洗で記念大会第20回の三菱ヤラントーナメント優勝を争うワッツ・ハミルトン、左サイドギリギリと、これでどう出てくるのか。あ、しかしこれは気がまた邪魔になりますね、ちょっと狙いにくいんじゃないですか、ですね、はい、今はまだラッキーな方でね、また石巻アナウンサーがついてますんでリポートが入ると思いますが、
はい、あの杉本さんね、はい、まずハミルトンのボールですがね、うん、ライそのものはそんなに悪くないですね、はい、距離がかなり残ってます、うん、あのかなり上げてますんでね、うん、入江さんも一緒にいらっしゃいますがどうですかね、はい、これ200距離230230ぐらいありますね、はい、はい、これハミルトンのボールですけれど、入江さん狙えますかね。いや、自分打てることは打てるんですけどね。そうですか、はい、でもこの距離でアゲンストですからね、うん、これは相当、うん、これはグリーンを捉えるのは難しいと思いますね。あ、そうですか、はい、あの右側にマウンドがあってね、グリーンの左が崖になってますから、す、ね、このセカンドショットもプレッシャーがかかります。これはね、やっぱりティーショットアイアンで打つにはね、うん、長すぎるホールですよ。460ヤードですもんね。はい、うん、だけど、ホインさんさっきおっしゃっていたように、もう一旦コード決めたらなかなか変えないといういや、まあそれはそうなんですがね、うん、しかしこれね、17番このホールでもしボギーを打つと、はいはい、ワンストロークになりますね、はいはい、そうすると18番が非常に難しくなりますよ。はいはいはい、あの練習ラウンドで聞いてもそういうふうに言ってましたね。あの優勝を争って18番のティーグラウンドに立つと、それはすごいプレッシャーだよっていうようなことをね、はい、ですから今のハミルトンとしてはなんとかね、18番のティーに立った時、はい、今のスコアをキープしたいという気持ちでしょうね。なるほどね。広大な鹿島灘に隣接している大洗ゴルフクラブ、ピンは左の一番奥ですね。エッジからカップまで36ヤードのところに旗が立っています。ただまあこの人は長身で、まあ、もちろん体力もあるわけですけども、はい、やはりロングアイアンがうまいっていうのはやっぱり大きな武器ですね。なるほど。それとどちらかというとちょっとフェードヒッターという感じがしますね。ツーアイアン183センチ長身、うまく対応ですね。マウンド右、あ、ま、ショート距離が足りませんでしたか。はい、ツーアイアンでショートハミルトンです。17番これでまた3日目終わって、ワッツはですね、大西さん、このコースは他の日本のコースと違って何が起きるかわからないと、だから慎重に攻めないのと言っていたんですがね。そうですね、特にやはりですね、はい、アメリカのコースと同じように、アメリカのトーナメントコースと同じようにドライバーをまっすぐ打たないとダメだと、そういう意味でも好きだということを言ってるんですね、まあ、そういう言葉を裏返すと、やはり日本の選手がね、こういうコースでのトーナメントをたくさん経験して、うん、そして海外に行けば、はい、もっといい成績が出せる、はい、ということになりますね。先にハミルトンのアプローチ、ハミルトンのアプローチ、これは寄りませんね。うーん、これ17番ピンチですね、ちょっと、まああのこの人は昨日ですね、終わった段階でとにかく一つ一つ大事にプレーをしたいと、ねね、とにかく切れないでっていうことを特に強調しましたね。まあ切れる心配はもう今日はもう絶対ないわけですけど、はいはい、しかしその大事にということがね、うんうん、やはり思いっきりの悪さにつながるということもあるわけですね、はい、ゴルフにはやっぱある程度のその決断力っていうのがないと、うん、なかなかいいゴルフできませんからね、はい、だからさっき入江さんがおっしゃっていたように、やっぱり最後の最後まで攻めていかなきゃという。そうですね。ワッツ第3打。あっと。そうです。今の位置は難しいですね。3、4メーター打ち上げになって、はい、しかもピンの位置がね、うん、あの位置からでは寄りにくいところにありましたらね、はい、まあ。まさにこのワッツの方は少し切れてる状態ですよね。11アンダーをキープすることができるか。7アンダーでスタートして4つ伸ばして11アンダートーナメントをリードして17番のグリーン上ピンチ。さあこの位置からですとあまり曲がらないんですが、少し右に行きますかね。狙いすぎですかね。そうですね、ちょっと狙いすぎました。あの左側のマウンドがかなり高いんでね、はい、少しこう騙されるんですよね、ボギー10アンダー、上がっているジャンボとはワンストロークの差、そして難しい18番が残っています。大西さん、ワンストロークになりましたよ。さあこの18番ますます難しくなりましたね、ワンストロークの差で18番最終ホールに来て、そしてプレッシャーがかかる18番のティーグラウンドに立つハミルトン。大西さん、もう一度この18番。そうですね、
この左のバンカーがちょうど250ヤードから276ヤードの間にあるわけですね、はい、ですからこのバンカーに入れたくないという気持ちが右に行ってしまうと、はい、こういう難しさがありますね、それからティーグラウンドに立ちますと今見えるように左の木がせり出してましてね、でこの間が狭いと、はい、例えばハミルトンもこれ、右の方にティーグラウンドしたようですがね、これはもう本当にフェアウェイに置けるかどうかですね、そうですね、ね、まあ、一番悪いのが右の崖下、うん、その次バンカー、バンカーですね、ジャンボはバンカーに捕まったんですが、セブンアイアンで2オンして、ね、パーで切り抜けましたからね、ご覧のような18番、一番悪いところに来ましたよ、これは偉いことになりました、ということはこのホールの方がですね、はい、むしろ逆に言うと、うん、カート道路を越えてまだ右です、うん、9番ホールの方に行きましたもんね、むしろですね、うん、ドライビングアイアンで打っていいのは17番よりこのホールだと思うんですね、ところがやはり、まあ、ボギーを打ったことで、はい、ボギーじゃなきゃアイアンだと思うんですね、うん、なるほど、ボギーを打ったことでドライバーを持ったんじゃないですかね、はい、これは草壁さんですが、第20回記念大会にして、これはもう日産大ドラマが最後の18番でまた待ち受けてる、大変なことになりました、はい、これ今の木の位置でね、はい、ちょっとまだ状況がこれまで入江さんに消してもらわなきゃいけないんですけれども、はいはい、そのひょっとしたらボギーで止まらないっていうこともありますもんね、さあ今ジャンボはどこにいるんでしょうね、そうですね、どういうような心境でジャンボを見ているのか、まあできたらね、ジャンボの一言を聞きたいですね、ここまで、はい、それはやっぱり、ダブルボギー叩けって感じじゃないですかね、本当に、ジャンボはどこにいるのか、これまでこの三菱ギャラのトーナメントはプレーオフが4回ありました、プレーオフの可能性もあります、最後の最後で分かりません、今のうちね、はい、ハミルトンがドライビングアイアンで言うとあのぐらいが来ると思うんですよ、ね、ですからやはりそういう進め方をしたいんだけど、まあ、思い切ってドライバーを持ったけれども、はい、そうですね、この位置がハミルトンのボールの位置、抜けるラインがそうです、ね、ありますね、はい、前がちょっと空いているようでありますが、あのセカンドショットピンチをどう切り抜けるか、ハミルトンストロークの差は一つです、セカンドショット地点に向かうハミルトンです、この放送ですね、その空間を抜けていくと距離的にはグリーン届かないですね、届かない、はい、お兄さんどうですか、入江プロに聞くこと、そうですね、距離はだいたい入江さんどのぐらいあると思ったらいいですかね、エッジまで200ぐらいでしょうね、200ありますか、はい、ずいぶん手前に入ってしまいましたね、入江さんかなり手前に入ってますね、そうするとそうですね、そうするとサードショットとあとワンパットでいけるかどうかという、まあもちろんこれを出すだけでも大変ですけどね、まあ、今の空間から言ったら入江さん大体出せるのは問題なさそうですね、そうですね、まあ、あの高さといい、まあ、クラブただやはり7番ぐらいのロフトじゃないと、まあ、グリーン投下するにはやっぱり3番ぐらいのアイアンいりますんで ね、 そ, うですね、それではちょっと、まあ、その空間は無理ですね、入江さん7番で上げてで今度そのサードショットにかけるということになりますよね、多分そうなると思いますね、はい、さあ3本ぐらい前に小さな松の木があります、この上でしょうね、しかしこれ漢字7番ですかね、あ、変える、うん、変えますね、杉本さん、はい、4番も立ってますね、そうでしょ、もっとロフトのないクラブ持ってるんです、うん、ですから4番であれば、うん、多分5番に4番ちょっと無理かなと思って5番に変えたぐらいじゃないかと思います、うんうん、4番情報が入ってきて、大西さん4番ということは4番ですか、グリーンを意識してるんですかね、いやある程度できるだけそばへ行こうということですね、うんうん、ですからかなり、まあ、比較的アップヒルにボールがありますからね、はい、高く上げてスライス気味に、これは、しかしこれはね、もう少し左に出ないとあれは角度がね、円に対してすごく難しいサンドウェッジのショットをしなきゃいけないんですね、ちょうどねこのピンとこのボールの
間にですね、グリーンの端にマウンドがあるんですよ。そうですね。ですから、このダウンスロープにボールが落ちていくような形になりますんでね。はい、この第3打のアプローチが、あ、これものすごく難しいですね。はい。ハミルトンピンチ、ジャンボどこにいるんでしょうね、本当に。しかし、これはもう、クラブ折れてもしょうがないという感じになりましたね。そしたらもう非常にね、上の高い、あの空いてるところよりもっと狭いところ打ってきましたよ、これは。完全に松の木にもうシャフトが当たってましたから、おそらく森アナウンサーがね、ジャンボを探して今リポートをしてくれるんじゃないかと思いますが、17、18とハミルトンピンチ、そしてワッツ、これはバンカー越えのセカンドショットになります。まさにお笑いの大会になりましたね。はい、ティーショットだけでなしにこのセカンドショットもプレッシャーがかかりますが、ワッツは今日交代して現在7アンダーです。4番アイアンのセカンド、今でだいたい200ヤードぐらいあったでしょうか。はい、あ、これはいいですね。すごい、だいたいティーショットはあの辺に置きたかったんでしょうね、ハミルトンもね。そうですね、ドライビングアイアンで打って、はい、ということで攻めればですね、だいたい今の3アイアンか4アイアンのショットでいけたと思いましたね。はい、さあプレーオフの可能性も濃厚になってまいりました。これまで、4回プレーオフがありました。この三菱アラントーナメント第20回の記念大会になっていますが、1981年第5回ロセイキン中村徹杉原輝夫のプレーオフだったんですね。それからマーシュ杉原輝夫、そしてジョーンズは2回プレーオフで勝ってます。もしプレーオフになれば5回目ということになりますが、ハミルトン逃げ切るか、それともジャンボ逆転か、それとも並ぶか、毛利アナウンサーがね、ジャンボを探してリポートをしてくれるんではないかと期待しているんですがね、いつでも毛利さん取材できたら割り込んできてもらって結構です。さあハミルトンが距離を測ります。サードショット地点からこのピンまでどういうような状況になっているのか。そうですね、はい、ボールの落としどころとしては今の立っている位置の、そうですね、もう 2,3 メーターこっちでしょうか。しかしちょうど今立っているところがね、マウンドの高いところなんです。一番高いところ、ちょっと落としどころっていうのはどうなんですか。ですからね、グリーンサイドから見るとね、それほどの難しさわからないんですけど、おそらくね、あのボールの位置に行って立った時にはですね、あのマウンドでピンが隠れたような状態に見えると思うんですね。杉本さん、はい、今ね、そのボールの近くまで行ったんですけど、これもパーを取るには難しいアプローチですね。パーを取るのは難しい、はい、と言いますのは、その落ちるところはダウンヒルになりますね、本当にもう谷がありますから、ちょっとショートするとぴったり狙うと、右にキックするという感じですね。はい、杉本さん、ジャンボ選手ですね、今まだあのクラブハウスの中でずっと待機している状態ですね。で、状況をじっくりと見ていると。これはモニターで見てるんですかね。ないし、それとですね、情報が伝わってきますんで、すぐ近くですから、それを待ってるという状況ですね。あ、そうですか。森さん、表情見ました。もうすっかり落ち着いたような表情なんですが、で、話を聞こうと思ったんですけれども、結果が分かるまでは、コメントしたくないんだと。あ、そうです。優勝したらそれなりのコメントもしますよ。はいはい、分かりました。さあ、森アナウンサーからのリポート、そしてハミルトンの注目の第3打。これはピンチ、ピンチ、ハミルトン大ピンチ。今のはどうしたんですかね。スイートスポット当たらなかったですよ。17番のアプローチがおかしかったですもんね。はいはいはい、比較的優しいアプローチでね。そうですね、右からのアプローチが寄らずに17番でボギーにしてしまったハミルトン。しかし大西さん、本当にこの16、17、18が難しい難しいと言ってきたんですけれど、そうですね、こういうことになると、特に流れが悪くなると余計難しくなるんですね。スーッと行ってる時はなんてことないっていう感じなんでしょうね、はい、これだけの腕のある人たちですからね。しかしやっぱりその17番でやはりティーショットにちょっとその守りの気持ちが強すぎた、はい、もうちょっとやっぱり攻める気持ちが入江さんが言うようにね、必要だったんじゃないかという感じが、はい、今ここへこういう結果に出てきてるんじゃないかと思いますね。そうですね、いや入江さんちょっと寄れないかな、ただまあ今度はこれをつけて入れるぐらいの気持ちでね、はい、入れてやろうという気持ちで打たないと、はい、差は一つ、そして第4打。いやー、これは分かりませんよ、これは。これは
私の中でね、このパットは、まあ、アップヒル、そうですね、ほとんど真っ直ぐに近いと思いますけど、はい、入ってプレーオフ、外してジャンボですからね。そうですね。しかし大西さん、過去19回これくらい最後の最後でわからないというようなこと、あ、これ年間ね、40ゲームほどやっていてもですね、こういうケースがめったないですよね。あ、ジャンボ出ますね、ラブハウスから出た。それはもうそろそろウォーミングアップをしないと、はい、もうこれですね、勝つかプレーオフか、勝つかプレーオフかどちらですかね、はい、大逆転優勝か、まあおそらく、今回は誰もジャンボが優勝するとすれば予想しなかったですわね。本当に予想をだにしなかったジャンボ、恐れ入りましたという一言につきますが、静かにしろ静かにしろということです。そしてハミルトン、これはいくら鬼さん慎重にいっても、ただね、先に、はい、やっぱりこういうパット入れるのは思い切り必要なんですよね。なるほどね。いや、もうただ慎重というんでは入らないですね、なるほどね。先にワッツです。すごいバーディーパットを入れたわけですが、今日も最後18番遅かったというところはありますけれど、すごい8アンダー単独3位です。今日はオーバーしましたが、やはり1回オーバーパットするとなかなか苦しいということですね、はい、しかし大変なパットになりましたね。これはね、やっぱり少しアップインテージ、もういいタッチが出ないと、はい、さん、どんなラインですかね。少し左に切れるんじゃないのかな、うん、これはね。入江さん、どうですか。これもうマウンドは押してるんですかね。これこちらからですね、はい、ちょっと距離わからないんですけどね、うん、どのくらい1メーターちょっとですか。1メーター、もう2メーター近いですね、はい、でもまあここでかなり開き直りることはできると思うんですけれどもね、うん、ジャンボも見る、そして我々も見る。プレーオフになりました。ハミルトンとジャンボです。2021年から4回、そして5度目のプレーオフになりました。20回記念大会のギャラントーナメントです。ハミルトンか、そしてジャンボか、まさに日米決戦になりました。ハミルトン左、そしてジャンボ右ということで、大西さん、プレーオフ1ホール目のティーショット、やっぱり18番のティーショット難しいんですね。難しいんですね、この絶妙の配置なんですね。バンカーの位置が250ヤードから276ですからね、ジャンボといえどもバンカーの上を越えていくというわけにいかないですね、さっきバンカーに入れてるものですから、ちょっとよけたらこうなったんですね。まだこれだとバンカーの方がいいんですよね、はい、ねえ、ここに落ちましたジャンボのティーショットです。杉野さん、はい、これこのままでは打てませんのでね、一応カート道に勝ってますからドロップすることになると思うんですよ。あ、そうですか。でその位置によってですね、大スライスをかければなんとかっていう感じなんですが、ね、いつだったですかね、2日目だったか3日目だったか、同じようにやっぱりカート道路の上にあって、それをワンクラブレングス以内にドロップして、見事にですねスライスをかけてエッジまで持ってきましたもんね、はい、そうですね、その時このショットが失敗したらもう終わらないよって言ってましたけども、ショットはやっぱりもう一度必要ですね。2日目だったですね、これがカート道路に落ちていて、ワンクラブレングス以内にドロップして、これです。スライスをかけてエッジまで持ってきた。ハルスがすごいスライスですよね。ここへ持ってきたんですね。だからこのショットが出れば、おじさんね。そうですね。はい、それとこれ残りはですね、両者ともにそうですけど、距離、かなりの距離が、はい、これ2回ドロップして、そう止まりませんから、その2回目のドロップで落ちた位置ですね、はい、そこへプレースということに。はい、なりますね、位置を確認して、ね、ちょっと傾斜がきついですから、だけどあんまりそのなんというか
くぼんでいるところにも落ちたくないですよね。いや、本当はドロップして落ちたりしてないんですけどね、はい、そこで止まらないとやっぱり止まる位置を探すということで、はい、これでいいんですね。はい、止まりました。はい、ピンまでは170ヤードぐらいまだありますよ。170ヤード。もう少しやるんじゃないかという気がしますがね。はい、まずですから、はい、ハミルトンから打つ感じになるんじゃないですか。はい。はい、さあハミルトン先に。これはちょっとフックに打っていかないと。短いクラブですね。もうハミルトンはもう上を狙って8、9番アイアンぐらいで打ちましたね。あ、そうですか。はい、ハミルトンセカンドショット9番アイアン、これはもう本当にいわゆる出すだけっていう形になりましたね。まだこれ残り100ヤード、うん、ハミルトンプレーオフの1ホール目もピンチ、セカンドショットであそこです。そして一方のジャンボはティーショットを右に曲げてカート道路の上にあったんですが、それをワンクラブレングス以内にドロップしてセカンドショットになります。杉本さん、はい、今ね自らフェアウェイまで出てきたんですよ、うん、ですからもしかするとねちょっと狙えないということで出すだけっていうことも考えてるようなんですが、これはしかし大西さんどっちに決断するかですね、うん、ジャンボの場合はねアプローチも非常に、まあ、技術がありますからね、はい、ですからまあいい位置へ、サードショットのいい位置へ持っていくと、うん、はい、まあ、あんまり無理なショットをしようとするとこれトラブルになりますよね。うん、そうするとグリーン上の勝負になってきますかね。うん、そうですね、はい、結局最後のパットを入れた方ということですよね、はい、まあ、第3打勝負そしてグリーン上での勝負になるかもわかりませんが、うん、ジャンボセカンドをどうするのか。かなり長いクラブ、クラブを持ってますもんね。ロフトはあんまりありませんね、はい、入江さんわかりますかね状況。今ちょっとわかりづらいですね。ハミルトン側ですもんね、入江さんはね。さあ、いずれにしてもこれね前の木が邪魔でしょ、はい、ですから打ち上げてそしてですね、うん、7番ですか。もうちょっと2番極端です ね、 ですね。7番ではないですよ ね、 ね、持ってるのはね、4、5番ないじゃないですかね。そういう感じですよね。2番のアイアンもするスライスですね。左からですよね、左に行きやすいライですからね。結局いろいろ情報入ってきていたんですが、毛利さん整理してこれ何番で打ったんですか結局。どうやらね2番で打ったようなんですよ、やっぱり2番はは。さあハミルトンこれ第3打、ジャンボはもう近くまで行ってますから、寄せてパーっていうのはね、でジャンボがアプローチ前の知ってますからね、はい、ですから当然これピンをデッドに狙って、まあ、ピンのそうですね1、2ヤード左サイドというのが狙いになると思いますけど、うん、プレーオフ1ホール目第3打ハミルトン、ね、これ崖の上にありますからね、うん、ピンが3度ちょっと左目からショート、これ同じですね、さっきと2メーターぐらいですね、あれがもう少し来るとマウンドダウンスロープ落ちますから、そうですね、少し転びますよね。そのあたりも一応頭にはあったんでしょうが、ショートしてラフ、グリーンも捉えていません。やはり17番から少しこう、なんて言うんですか、うん、慌て出したというかね、やっぱり17番のボギーで非常にこう、余計にプレッシャーかかりましたね。そうですね。流れが悪くなりました。はい、17、18で本当にドラマがあります。これがジャンボのボール。ジャンボチャンスと今の段階では言えます。そうですね、これもまあそう簡単なアプローチはありませんが、これを寄せれば大手になりますから、そうですね、割とこう速いラインなんでね、はい、で右へこう流れていくラインですから、うん、どういう、まあ、おそらくピッチエンドランでやると思いますけど、はい、今日1アンダーでスタートしたジャンボ64のコースレコードで一気にスコアを伸ばして9アンダー、ハミルトンとプレーオフ、そしてプレーオフの1ホール目グリーンサイドからのアプローチ、これをじっと見るハミルトン。アメリカ、日本、今年はオリンピックの年ですからね。さあジャンボ
まあ、ゴルフはゴルフコースという自然との戦いだと、こういうことをよく言われますけれども、はい、本当にこれほどそのこのホールのプレッシャーがですね、これだけの名手にプレッシャーを与えるというのはすごいですね。まあなんて言おうか、ジャンボが一気に爆発してコースを力で練り伏せたと言いましょうかね、大西さん、最終日にして64のコースレコード、これからアプローチ、さあどこまでつけるか。ハミルトンはすでに第3打を打ち終わっています。シングルエッジかな、ジャンボ第3打、もうじーっと見守るだけですね。これは手に汗握ります。ピンの少し左側から右へ少しこう、そうですね、これで転がっていけます。ですよね、はい、やっぱりこのバットはちょっと外さないし、はい、ジャンボ大手第20回三菱ギャラントーナメント記念大会にして三菱ギャラン初優勝なるか、ジャンボ史上歴史的な瞬間と言ってもいいんではないかと思いますが、しかしゴルフは最後まで分かりません。ハミルトンあれが入ってパー、そう、これがね入ればまた気持ち全く逆になっちゃいますよね、プレーオフ1ホール目、17番18番で痛恨のボギーを打ってしまったハミルトン、先に上がっていたジャンボと9アンダーで並んでプレーオフ、日本で通算5勝、こちらの方は通算95勝、ジャンボ49歳。三菱ギャラントーナメント1万8000人のギャラリーが大洗ゴルフクラブを埋めています。ついに三菱ギャランを制するか、ジャンボ、まあしかし簡単ではないですよ、はい、少し、まあ、弱いと左に切れるというね、優勝でした。尾崎雅史選手です、おめでとうございます。それにしましても最終日コースレコードでの優勝ですね。そうですね、まあ、あのこの3日間あんまりいいゴルフができなくてね、ちょっと自分でも不甲斐なくて、まあ、今日は、今までのちょっと2週間ぐらい前のちょっとスイングにねちょっと戻したんですよ、まあ、それが非常に良かったし、まあ、それにしてもまあハミルトンがねボギーボギーでああいう形でまあこういうプレーオフになって勝つというのはねちょっと複雑な気持ちですね。しかし64まさにこの大洗を制したんじゃないですか。いやいや、やっぱりこのコースってのは日本3本の指に入る難度がありますからね、やっぱりあの3日間のうち全然自分がそのコースに負けてたっていうその不甲斐なさ、そういうのをねまあ今日ぶつけて、非常にいい形で終わることができましたね。しかし今季これで早くも3勝目、通算で96勝、100勝がもう今季中に見えてきたんじゃないですか。いやいやいや、いや本当今回はもうラッキーの一言ですよ、はい、もういつになく謙虚な大崎になりましたよ。見事な逆転優勝、本当におめでとうございました、はい、どうもありがとうございました。
ただいま18番グリーン上では表彰式が行われております。本大会名誉会長の三菱自動車工業中村博一会長の挨拶です。大会期間中熱心にご声援いただきましたギャラリーの皆様、そして素晴らしいプレーを展開していただきました選手の皆様、心から御礼申し上げます。9アンダーで見事優勝しました尾崎正史選手に優勝カップが大会名誉会長の中村会長から贈られました。